はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフトーマ王国編第18章やっていきたいと思います。まあもうメンツはかなり揃いましたね。おそらく全員来たんじゃないかっていうくらい揃ったんで、まあ龍馬とマークスが揃ったんでかなり安定感は出てきてますね。18章見えざる王国、ついにミカミックスの願いが叶い、アンや白夜の兄弟たちが共に戦うために集結した。そして彼らはすべての元凶を内包する見えざる国トーマ王国へと進軍するということで、さあみんなトーマ王国へ殴り込みだ。まあ、このネタわかる人だとちょっと自分と世代が一緒かなっていう感じっすね。夕焼けだ。白夜とアンヤの空が入れ替わる。時は来たようだな。さあミカミックス、これからどうすればいい。谷底に落ちればいいんだよ、谷底に。みんなで飛び込もう。ほんとボロい橋だよなこれ。立ってるだけでも超怖いと思うんだけど、こんなボロい橋だったら。はい、この吊り橋から下に飛び降りるのです。ここから飛び降りる？僕たちに自殺しろって？ミカミックス様、さすがにこれを信じてもらうのは難しいのでは？でもそれは分かっていたことです。みんな今まで本当にすいませんでした。これからずっと黙っていた真実をお話しします。それを聞いてもらえればみんなも飛び降りる覚悟ができると思います。待って、ミカミックス、何を言ってるの。今それを話したりしたらあなたは消えてしまうのよ。ミカミックス、どういうことだ。ここで本当のことを話せば私はこの世から消えてなくなってしまうでしょう。だから吊り橋を飛び降りた後のことは龍馬兄さん、マークス兄さん、よろしくお願いします。軽く言うなお願いだと。そんな話はお断りだ。まったく誰がそんな頼みを聞くか。どうしてです。バカだね。あんたのお兄さん二人が言いたいことがわからないのかい。ちゃんと命令しろって言ってるんだよ、吊り橋から飛べって。いいか、俺は一度信じると決めたら何があろうと最後まで信じ抜く。それが侍の誇りだ。ああ、疑うつもりなら最初からここには来ないましてやお前は俺たちの妹だ。ここまで来て信じぬ道理はない。いい、急いだ方がいいわ。谷底から妙な気配がするの。わかりました、行きますよ。みんな谷底に飛び込んでください。それが平和への第一歩です。一歩っていうか飛び込むんだから一歩も二歩もねえだろ。とーすっげえな、みんな躊躇なく飛び込んでるし。あ、お前はおじけづいたか、クリムゾン。気持ちはわかるよ。なんかつけ出した。それは、ああ、シュバリエ公国の女騎士のしきたりさ。一世一代の勝負の前には胸元に花を刺すんだ。よくそんな花持ってたなミカミックス、あんた生かしてるよ、龍馬の次にね。いやー、自分も女性だからね、そんなこと言われても全然嬉しくもなんともないっす。これ絶対ここにぶつかる。あ、なんかなんだなんだこいつは。なんかわめいてる。トーマ王の名において褒美をって言ってたな。今の攻撃当たったのか。まずい、このままではトーマ王国に行けない。しまった、完全に油断していました。だ、誰なんです、一体どこから。剣がサンダーソードだな。ミカミックス、危ない。おお、すげえな、空中での動き。やられた、クリムゾンがやられたと思ったら着いた。クリムゾンさん、そんな、クリムゾンさん、嘘でしょ、返事をしてください。ダメです、死んではダメです。クリムゾンさん、
死んだか、クリムゾン。ここはどこだ？クリムゾンさん。私は、龍馬兄さんに、なんて話せばいいんですか？おお、敵だ。早速、お出迎えですか。強いマークス。一発で倒した。龍馬兄さん、マークス兄さん。気を抜くな。まだ来るぞ。おお、どっから出てくんだこいつらは。アクア、お前は戦えないはずだろ。どういうことだ。みんな、よかった。ミカミックス無事だったのね。あいつは何者だ。おお、こいつはボスっぽい。敵を召喚している。あれ、右上のやつなんだ。あの魔導士、きっと魔物を呼び寄せているのよ。よし、あいつらをすべて倒しますよ。これ簡単に言うよな。よしって。クリムゾンのことは何も触れないのか。クリムゾンがいないぞ。どうしたんだシュラ。マジか。トーマ兵大商人、ジェネラル、弓瀬。あ、もうみんなあれだな、上級職だな。下級職のやつなんて誰もいない。こいつストラテジストか。常任。うわー、てかこのウィンウィンしてんのなんだ。まあ、ここをワープしていきながら行くってことだな。じゃあとりあえずユニットはこれでいいでしょう。なんでまたドーピングだな。よし、オッケー。さあ行くぜ、トーマ王国。お前らを蹴散らしてやる。中央の魔法陣はまがまがしい障壁で封印されている。周囲の8つの扉に障壁を砕く流脈の力を感じるわ。手分けして8つの扉すべてを回り、流脈を使うしかないよね。マジかよ、めんどくせえな。8つ。敵衝撃波、これどこに通じてるかだよな。これここ、これはここ。ここ危険だな。これはこっち。ここにはまず行かない、危険だから。これは上。そうだな、上下から攻めて、いや下と右、下と右、左下何言ってんだって感じだけど、左下と右からこう安全に上に攻めてこう。どうせこいつらあれでしょ、来ないんでしょ。でそうだな、ここが結局封印が解けるって感じか。なんでまずここだな。主人公は防刃かけよう。誰で防刃かけるかな。力、技、速さ、幸運。こいつだな。どれだ、こっからか。転移、ほい、攻撃開始。強い。お、なんか手に入れた。右はちょっと龍馬に任せよう。龍馬を誰と防刃組むかだな。アシュラとかどう。速さ4。速さ重要だからな。よし、こいつにしよう。で、ここ。転移。ほい。で、ここか。おー、倒せないか。サポートする。さすが、砦の中にいるやつは、防御力が高まるからな。あとは、モズメも弓使いだから、転移させて、こっから狙おう。あ、これは大丈夫でしょう。ほい。強なったかな。あとはマークスもちょっと左にやるか。ほいっと。オッケー。で、こいつ飛んでるからすぐ行けんな。さすがだな、飛んでるやつらは。で、レオン右から行くか。レオンな、ちょっとな、弱いんだよな。サクラ右から派遣するか。で、フェリシアは左から行って、これで、1、2、3、4、5。1、2、3、4、5、6。ってことは、匠左か。OK。あれ全員動いてな。
あ、こいつがまだ動いてないか。めっちゃ敵が来るな。こいつマジ龍脈を使う前に倒そう。43回ヒット分とすっげー強えな。マックスは前線に出しても大丈夫でしょう。あら14と8か。もう終わりか。アクアがないないからな。あれこいつちょっと、え、いける。こっち左から回らないといけないんじゃない。で、龍馬はこいつをぶっ倒す。ムムム、結構食らうな。15か。いい相手だった。こいつは結構来るね、ガンガン。とりあえずこれでいいか。こいつを引き寄せよう。10、そこそこ食らうな。無駄無駄。オーラーレベルアップ。うおー、くるくるくる。どうしよう。龍脈後で使えば、匠に使わそうかな。いや待て、これ匠こっから攻撃してぶっ倒せんだろ。安全を確保してから龍脈を使おう。やっぱりうまくいったね。ここを主人公で、ゲーマジか、すっげー食らうな。いや、後の神で行こう。久々やとの神。おー、おりゃー、ちょ、一発で倒せる。すみません。ようやく10レベル。これマックスで龍脈使おう。うん。この顔を破壊していくのか。これで一つね。あと7つ、あと7つもあんのか。でこいつはカミラで倒そう。さっさと行きます。ボルタックス食らえ。で、文字目でこいつを攻撃して、バーサーカー、すげえヒットポイントあるな。ドーピングしてようやく渡り合えるくらいだからな。じゃあここちょっと龍馬で龍脈使うか。少し進軍しよう。弓使いだから反撃ができない。宿の神だと悪い子ですわね。よかった。22×2 だから9か。結構食らう。行って。悪い子ですわね。道を開けてください。まあ出さなくても倒したけどね。よし、あとは確実に倒していこう。さあいらっしゃい。ほら、よーし、勝負ありました。あんまり懐に入りすぎると確実にやられるからな。こいつは動かないか。危険な射程ではあるよな。マークスを前線に出すか。ジークフリートと主人公の後陣を持ってしても倒せないとは。強いな、ここの敵強い。トーマ王国、ライブ回復。こいつは飛んでるけど、ちょっとあんまり進みすぎると死ぬ。まずは龍馬、お前だ。これ左から行かないと多分ここ行けないな。待機不可、ほらね。
あとはこいつらが来るか。何、回復してきやがった。おお、なぜか顔してくれるな。行きますよ。いや硬いな、マークス兄さん硬い。龍馬より防御力がある感じだな、パラディンは。おお、どんどん来るね。やっぱりね、ジークフリートとね、龍馬の武器、雷神刀か、射程にあるのがかなりいいよな。で、こいつ多分ね、すっげえ食らうんだよ。命中率が7か。これでいいんです。で、こいつは完全メイドだな。回復魔法しか持ってない。倒せっかな。結構食らう。こっちから狙おう。このゴールデンウィークやったらすげえ強化されっからな。おお、倒せる。当たればだけど。よーし、敏腕メイドですから。敏腕メイドは防御力がマジ弱いからな。こいつはあれか、え、弓大丈夫？ちょっとこいつの射程を。あぶね、あそこに入ってたら死ぬとこだったな。この子を誰で倒すか、モズメで倒すか。くらえこの槍の扱い何なの、なぎなたか。でこいつをやっぱり前線に出して、バサラ、バサラってなんだよマジ。倒せる、2発当たればだけど。ほら、よし、この程度なんだ。結構レベル上がんな。おー、来るね。反撃ができない。やっぱ三段制度の方がいいかな。的確に反撃されないところで狙ってくるかな。しかもこいつ今砦に陣取らなかったか。うわー、重ねた。そうだよな。弓とメイド、椿はちょっと危険だから、マークスでこいつを倒して、うわ、よくやったな。主人公誰と組んでんだっけ。あ、ユギリちゃんか。お相手いたします。ほら、いや、こいつ武器持ってなくて助かったな。ありました。じゃあ匠くんでちょっと龍脈を使うか。ゴー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 。3つ目、あれ、これどこ行くんだ。あ、あれ、これここ、こっから元に戻れってか。で、こいつは多分動かないんだよね。でもトマホーク持ちか。射程2で攻撃してくるな。こいつ陣取られたしな。左行くか。決まったな。流星プラスクリティカル。今のとこ龍馬が最強キャラだな。ちょっともう一回こいつブリュンヒレ 67% か。当たってくれ。よし、あー、なんだ、魔法攻撃をしてきた。じゃあ桜で、まあ、これは確実に決まったな。顔されたなんてことだ。ありがとうございます。
で、カニラも王族だから行けるっしょ。龍脈を使わせていただく。あと4つ。あと4つ ?1?2?3?4 か。知らないでくれ。龍馬回避率高いのがいいよな。何やったか。マジ強い異常だ。勝負あったな。わマジか。まずこいつぶっ倒せないか。ジークフリートで硬いな。ジェネラルの砦はマジ硬い。この場合サンタソードの方がいいか。集中なさって。よし、勝てましたか。こいつも倒さないと陣取られるかな。ま、匠の力があれば。ありがとう。この二人は王族でもなんでもないからな。バーサーカーか。動かないっしょこいつも。ということはまずはこいつを倒そう。どう戦う。こう戦う。無駄。何やったか。ここで流星が出てもしょうがない。いい相手だった。この陰陽師キャラがな、魔法キャラだからやっぱ強いんだよな。魔法には魔法。おお、あのブリューヒルで何何が起こったの。かかってこい。ほいっと。やったで。お、レベルアップ。お、5レベルになった。やったー。小判小判。左打ちはやったねー。夏祭りいろんなの持ってんな。早速手に入れたよ。どうすよっかなー。こいつはまず来ないから。こいつか。陰陽師くらいだったらちょっと相手できんじゃないか。桜で。陣取られたなー。いてててて。じゃあ主人公でここの龍脈を使って左上に進軍するか。このメンツで大丈夫でしょう。もうモズメでこいつを倒して。大丈夫。おいもう龍馬ピコンピコンいってんな。常にピコンピコンいってる。レオンで龍脈を使おう。あと2つか。で龍馬こっち行って、こいつなんだ。あ、こっちから回り込んでくる寸法ね。カミラお姉様を狙ってきたか。たたたたた。ない。レベルアップ。おー、めっちゃ上がった。いいねいいね。さてこいつ狙えるかな。バーサーカー。お、調子に乗るなよ。調子に乗るな。やっぱり匠強いな。こいつはどうしようかな。さくらで倒して。私がついてるよ。陰陽師バトルは俺の勝ちだ。龍馬を上にやって。61パターン2回当たってくれ。
流星か。これはかなり期待できるな。よし、負けられんからな。流星って何で発動するんだ。技とかか。でこれもここ打てんでしょ。であと1個か。そしたらじゃあちょっと帰るか。もうとか言ってやってるうちにね、増援が出てきたりするとすげえ嫌だからな。マジかよって感じだからな。ここで回復させよこいつ。こいつもこっちから帰るか。ちょっとモズメもな、回復させたいからな。一旦ここにいよう。来たーマジで来たよー。ふざけるな。バサラか。そうすると主人公夕霧で行きたい気がするけど、まあ攻撃しとくか。まったく。おお、いいね出てきたのが運の月だったな。マジひどいシステムだよこれ。マークさんも帰っていいだろう。帰ろう。でこいつらも、あれ、どっから行くの。こっから行くってことか。すべての流脈を間違えた、間違えたあ、しかも待機しちゃったよ。もういいや。この流脈を使えば分かることだ。くらえー、ボカーン。違う、やっぱりあそこから行くんだ。いいんだ。転移できねえし、こいつがいたから。やっぱなだれ込むときはみんなでなだれ込もう。あ、こっからしか帰れないんだね。今ようやく気づいたよ。いけねえし。あと誰だ。どいたから天使をで、匠ちょっと機動力がない。平地のように動けるんじゃないのか君は。龍馬とマークスと主人公で一旦なだれ込もう。あと空いてるところに配置すれば。匠くんが遅い。どこに来るんだ。ここに来るんだな。でここってどこ。なるほどね。でもなー、ちょっと待ってよこれ。少し片付けとかないと。まず主人公を転移させよう。でなぜかこいつのあれが黄色いからぶっ倒す。いたたたた。すみません。で龍馬を転移させて、こいつはここでこいつを倒す。サポートする。 0% いい相手だ。すさまじい回避率だ。であと3体。まずはマークスを転移させよう。でこいつはこっから攻撃1残るか。まあいいや、いきますよ。ただもう勝負は見えたな、ここまでくれば。でレオンも転移させて、でレオンもここ倒せんな、こいつは。かかってこい。結構ギリギリだったな。へえすごいね。で真ん中のやつを誰で攻撃するかだな。モズメだな。そうすると倒せる。さすがだ。
1しか食らわないし、無駄無駄、とっとーあの左のやつ倒したいな。メイドを派遣するか。え、いけない、しまった、失敗した。こいつは攻撃してこない。もう匠はいい、ほっとこう。とか言ってなんか増援出てきたら嫌だから。おー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 、何してんの君。メイドちゃんで倒すか、せっかく来たんだから。援護します。ほら、攻撃力だけは一丁前だな、こいつ。なんか確かそういうスキルがついてた気がする。よし、主人公いけるか。やっとの仮面しよう。おお、倒せる。ようこそ見えざる王国へ。王に代わって歓迎いたしましょう。オーラ38、完全にいじめだな。67、なるほど、あなた方の力は分かりました。負け惜しみよう。これなんだ。あー、強い系のやつか。送っとこう。いや、結構強いな、トーマ王国の敵。基本もうみんな上級職だかんな。まあ、うちも基本みんな上級職だけど。なんだ？消えた。急に出てきたり、消えたり、薄気味悪いやつだな。で、この場所は一体何なんだ？本当に無限渓谷の底なのか？ここが全ての争いの元凶、トーマ王国よ。トーマ王国？聞いたことがないな、そんなところ。なあ、待ってくれ、クリムゾンがいない。いや、ちょっと今まで黙ってたんだけどさ。クリムゾン、どこだ、クリムゾン。飛び降りてないことにしようか。クリムゾンさんは飛び降りてないんです。それが一番みんなが幸せになれる道だ。ああ、そうか、死体を見せてしまったか。バカな、どうして。クリムゾン、胸元の花が焼けてなくなってしまってます。何？花とは何のことだ。そうか、最後に飛び降りたのは私とクリムゾンさんだけ。他の人たちは知らないんですね。龍馬兄さん、クリムゾンさんは私を守ったせいで。いいや、ミガミックス、何も言うな。お前はただ俺に約束すればいい。クリムゾンの死を絶対に無駄にしないと。はい、約束します。必ずこの刀に誓って。刀に誓うのかよ。龍馬に誓えよ。というところで、トーマ王国結構敵が強いですけれども、次回またやっていきたいと思います。